おすおめえたち、金曜日の米国株がすんげえ微妙に終わって、今週の日経平均株価もかなり微妙なスタートが予想される中で、岸田首相が金融所得課税をしばらく触らないとの発言のおかげで、よりから大きな下落にはならなそうだな。ただ、今週の日経平均株価は、中国の国慶節明けからの情報が盛りだくさんで始まるからよ。かなり警戒しておかねえと、やべえことになるから、新しい情報には、耳かっぽじってよく聞いて、注意していけよ。あとよ、オラのこの動画の視聴率が全く上がらねえことについて、視聴者からコメントをいただいたぞ。つまりは、この悟空みてえな話し方が、問題で、いくら真面目な話しても、全く頭に入ってこねえってことらしいぞ。そんなこと言われちまったらよ、この動画を始めたきっかけが何もなくなっちまうんだけどよ。やはり、YouTuber の世界も、政治と一緒で、人気が全てなんだって改めて理解できたぞ。オラのこの喋り方は、視聴率がしっかり稼げるようになるまでお預けにすることにしたぞ。んじゃ、今回から、真面目に話していくからな。オラのファンは、しばらく真面目な話に耐えてくれよ。さて、岸田政権の指導による急落相場が、一巡した東京株式市場であるが、菅政権から岸田内閣へと、バトンが引き継がれる間の、期待と失望に揺れた日経平均株価は、8月下旬以降の上昇幅のほとんどを、失ってしまった。もっとも、海外市場は懸念要因への、耐性が強まりつつあり、投資家心理の改善が伺える。日本の政治リスクは投機売りの、手がかりの側面が大きかったと見られ、今後は気合の改善も見込まれる。中国とよく似ていると言ったら怒られるが、分配に重きを置く、岸田首相の政策理念から、一部の外国人投資家が、社会主義的な匂いを嗅ぎ取ったと見られる。それが岸田ショックとなって市場を、襲った。日経平均株価は、9月14日の高値3万795円から10月6日の安値2万7293円まで、わずか3週間で3840円も急落した。岸田首相が就任した4日以降の3営業日だけでも1000円超え値下がりした。ただ、岸田政権と社会主義の図式派さすがに言い過ぎであり、このことを本気で警戒した投資家の動きは少ないはずである。一方、菅内閣の退陣を契機とする日本の変革という青写真は、岸田政権の人事を通じてぼやけてしまった感が否めない。結果的に強まった株価の下落圧力を打ち返すだけの意欲までは生まれず、売りが売りを呼ぶ展開になったと考えられる。ただし、海外圧の不安材料には好転の兆しもある。米国で問題になっていた連邦債務の上限は12月初旬までは暫定的に引き上げられる見通しである。根本的な解決までには至っていないが、当面の資金枯渇は回避された形となった。ただ、これで株価が持ち直す話でもないようには思えるが、そんな中、中国では依然として中国恒大集団の経営破綻危機が続いているものの、国慶節明けの初取引に当たる8日の上海総合指数は、意外にも落ち着いた動きとなった。インフレや米国のテーパリングなど、株式市場の波乱を招きかねないファクターは、まだたくさんあるが、日本株の相場は、ここもとのスピード調整を経て仕切り直しの、体制に移行したと判断したいところだ。今週の前半にしっかりと、日経平均株価が上昇を、見せれば、来週以降もしっかりとした足取りで、年末にかけて上昇を、演じること間違いなしである。では、皆さん、今週も頑張っていきましょう。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。